祝勝歌とは競技、競争等での勝利を祝って歌う歌、詩である。一般に、古代ギリシアにあって、オリンピア競技祭などの勝利者を称える目的で作られた歌、詩を指す。祝勝歌、勝利歌とも呼ばれる。コルキスの位系取り分け、古代ギリシアにあって、紀元前後世紀初頭から中期にかけて活躍した詩人、ピンダロスの詩作品が名高い。一方、 逆に敗者をせせら笑う、あざけ理由を込めた歌もまた古代においては多々発見されている。祝章歌は古代ギリシアにおいて古くから盛んであった各種競技などの勝者を祝ってその場で歌われる章歌などが知られているが、これらは単純な形式で決まった賞賛の言葉を繰り返すものであった。オリンピア競技祭やピューティア競技祭が定例的に開催され、 全ギリシアの住民が参加者、観覧者として大規模に集結するようになると、これらの競技祭で勝利することは、参加者個人にとって大きな名誉であるとともに、参加者の出身都市にとっても大きな名誉であり、他の都市に対し誇ることのできる業績ともなった。ポリスの有力者などは、自ら競技祭に参加し、また優れた競技者を手元に置いて、競技に参加させ、 都市に優勝の栄光ををもたたらすことを考えたまた、ポリス自体も、自治組織がポリスを代表する選手を競技祭に送り出し、様々な面倒を見ることに熱心になった。古代ギリシアの4大競技祭典、すなわちオリンピア競技祭、ピューティア競技祭、イストミア競技祭、ネメア競技祭の勝利者に対し、その勝利を称える昇華の形式が、このようにして生み出され、 それは、間もなく専門の詩人に移植されるようになった。当時、名声を博していた詩人シモーニデースや、少し時代が遅れるバッキュリデースやピンダロスに、縮小化の試作が依頼された。このような依頼は、実際に競技で勝利が決まってから依頼が行われる場合と、あらかじめに、もし競技で優勝した場合はという前提で、事前に詩人に依頼が予約されるケースがあったと、考えられる。 依頼者は、優勝者自身やその親族であったとされる。また、ピンバロスの死を見ると、依頼がなくとも、詩人自らの意志で勝利者に対し、祝勝歌を印を送ったこともあると考えられる。祝勝歌は、元々の起源では、競技で勝利を得たものを、その場で、人々が叩えて歌い、音楽を演奏したものとされる。このような、歌は、現地演奏タイプとも呼べる。 縮小歌は、今日伝存しているものは、歌の形の文学であるが、実際には、縦ごとや、フルートなどの楽器の演奏と共に詩が歌われたもので、ある。どのような、歌われ方をしたのか、ピンダロスの縮小歌の詩の分析等から、おおよその推定が行われている。現地演奏。優勝が決まったその場で歌われ演奏されるが、このためには事前に詩が作られていなければならない。 従って、専門詩人に移植された、祝小歌というより、都市や地方などで、慣習的に存在した章歌が歌われたと言える。歩きコロスの歌が、このような目的で使われた。この場合、勝利の祝賀の行列において、友人たちが練り歩きつつ歌ったとされる。現地演奏、詩人自らの朗読、オリンピア競技祭典やピューティア競技祭典には、 全ギリシア中から人々が訪れた。そのため多数の人々の前で自分の作品を披露する絶好な機会だったとも言える。即興的にあるいは数日の間で試作を行い、これを詩人が自ら朗読、発表するということもあった可能性がある。この場合は背景に楽器の伴奏はなかったとも言える。優勝者の故郷での演奏。 4大競技祭典の勝利者は、故郷において、最大限の栄誉で迎えられた。この時、やはり勝利の祝賀の行列が、故郷のポリスでも行われ、各種楽器による華麗な演奏を背景に、祝唱歌が歌われたと考えられる。祝唱歌の演奏は、音楽や舞踊や行列と密接に結びついており、祝唱歌詩人は、単に試作を行うだけでなく、このような音楽や、 舞踊や儀式の進行次第を総合的に監督したとも言える。独奏歌としての演奏を。祝唱歌は合唱隊や歌舞団によって集団で歌われたコロスであったというのが伝統的な解釈であった。しかし近年になってレフコービッツらは詩人が勝利者やその演者の屋敷で縦ごとを演奏しつつ自ら朗読する独唱歌でもあった可能性を示唆している。 朗読、あるいは読書をする詩人の周りで、舞が演じられたとも考えられる。ピンバロスの縮小歌の中には、極めて短いものや、ピューティア第四縮小歌のような非常に長いものもあり、短いものは、現地での演奏に使用されたが、長い詩編は、おそらく勝利者やその演者の屋敷で、詩人自身か、代理のものによって独創されたと考えるのが、妥当である。また、 コウモスも、ポリスが主催する公式なものから、親しい友人たちによる行列があると考えられ、行列行進の後、目的地である、神殿や勝利者の家などの前で、長い祝勝歌が歌われたとも考えられる。ピンダロスが代表する、祝勝歌という文学ジャンルは、古代ギリシアにあって展開したが、その歴史は、比較的に短い。競技等で優勝したものを、 その場で称えて祝う伝統は古くから存在したと考えられるが文学ジャンルとしてこのような形式を生み出し完成させたのはシモーニデースであるとされるこの昇華の形式を広め最盛期を築いたのはシモーニデースのほぼ同時代の人物で一世代ほど後のバッキュリデースとピンダロスであるこの二人以降はエウリピデースとカルリマコスの作品が知られるのみで カルリマコスの作品はすでに本来の縮小化の形式からは逸脱している。したがって古代ギリシアの文学ジャンルとしての縮小化は2世紀半ほどの歴史しか持たない。ピンダロス共造古代ギリシアの縮小化が最盛期を迎えたのは二人の詩人ピンダロスとバッキュリデースの時代であった。バッキュリデースはキオース島で紀元前百二十年頃に生まれたとされる。 シモーニデースの老いであった。古代ギリシアの旧歌小詩人の一人で、彼の作品は、ヘレニズム時代の紀元5世紀頃まではよく知られていたが、ほとんどの作品が断片の形でしか伝わっていなかった。しかし、1896年に、エジプトのヘリオポリスマグナでほぼ完全な形の縮小歌集とティトュランボスの前半部分が発見されたことから、 その作風を確認することが可能となった。バッキュリデースは、シラキュサの、選手ヒエロンのもとに、シモーニデースやピンダロス同様に、客として滞在していたと考えられる。ヒエロンの宮廷において、ピンダロスと彼は敵対関係にあったとも、伝えられているが、後世の電気作者の滅像である。バッキュリデースの作風は、その、ディテュランボスで示されているように、 ディオニューソス的な相乗と地上的な賑やかさにあるが、これはピンバロスがピューティア第一縮小化で示しているアポローン的な天的性質さとは対極にあるとも言える。ピンバロスの縮小化は勝利者に対する素朴な称賛の言葉だけではなく人間とは何かという問いかけが含まれている。バッキュリベースの縮小化ははるかにわかりやすく、 依頼者の期待に応え、端的に勝利を称賛する他となっている。問いかける悲劇詩人のエウリーピデンスが、アテーナイの人々に、その意図を汲み取られないまま、危険人物視され、故国を去ったのと似て、ピンダロスもまた、その歌に組み込んだ思索の深さより誤解を受けたとも、言える。紀元前468年に、ヒエロンはオリンピア競技祭典で、戦車競争に優勝したが、 ヒエロンはバッキュリデースに縮小化の依頼を行いピンダロスは無視された。ピンダロスの人間とは何かという問いは現代的な意味を持っていると言える。ありがとうございます。